仕組みは毎回同じだがリスペクトのある見せ方。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、プリンプリン競馬です。チームプリンとともに競馬にまつわる漫画コンテンツやゲームコンテンツを公開しています。それでは烈さん解説お願いします。はい、2021年に25周年を迎えたポムポムプリンなので、まあ、ポムポムプリンファンも20歳超えてるだろうということで競馬に参加できる年齢であるということなので、そこをターゲットとして競馬を啓蒙し理解していただくためのデジタルコンテンツを公開しています。ポムポムプリン率いるユニットチーム、チームプリン、通称チムプリが競馬を啓蒙していくわけなんですけども、まずこう可愛いリスとかネズミとか、まあ、そういったキャラクターとともに競馬場に行く漫画がまずあって、競馬場にこうギャンブルしに行くというようなストーリーになっています。でさらに漫画コンテンツもありつつ、オリジナルレースゲームポンポンプリンと競馬チャレンジ、まあ、こういったゲームコンテンツもありつつ、ポチッと押すとポンポンプリンのお尻を見つつですね、パドックで自分が走る馬を赤を加減しましょうかね。じゃあこちらにするとプリンが歌って喋ってくれて、こちらタップしていくようなゲームができると、プリンくんが騎手となって障害競争をするような内容になっています。でこれ水濠です、避けてくださいみたいなのが来て、まあ、結構イージーな内容になってるんですね。でもできてない、全然できてない。はい、これでゴールとなります。でゲーム終了後、こちらはですねベタ付けでこのお馬さんと走る、プリンくんの壁紙がもらえるので、まあ本当に好きな方っていうのは全馬乗って見るってこともあるんじゃないでしょうか。でさらにしりとりゲーム、こちらはですね、まあクイズコンテンツによる競馬啓蒙なんですけども、まあちょっとゲームプレイしていきましょう。普通とかにすると、しりとりの言葉が9個バーンって出てきて、こちらを競馬だったら、販路コースみたいなのを探していって末脚みたいなものになっていると、まあ、こちらもですねしりとりという方法を取ることによって、よりこうポンポンプリンの可愛さを損ねることなく競馬に落とし込んでいます。さらに X を使ったキャンペーンではチームプリたちのお尻に歩数計をつけて尻を振り続けるみたいな動画とともに、振った回数を競うレースが行われて、そちらの尻を振った回数が多いキャラクターを予想してポストするという内容で、さらには現場では東京競馬場にポンポンプリンが来て、さらにフォトスポットやグリーティングイベントも行われて、ポンポンプリンファンの来場を促しています。サンリオキャラクターと競馬コラボっていうのはいろんなキャラクターとやっていますが、毎回趣向を凝らして行われています。とはいえゲーム、クイズ、X キャンペーンの3大構成っていうのは毎回近いものではあるんです。仕組みは一緒なんですけども、その中でストーリーや見せ方を変えることでキャラクターリスペクトを行っています。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。